こんにちは。全景 AI フォーラムです。全景 AI フォーラムの4月の回。2021年4月、今日は28日です。で、そもそも前回、先月、なんで僕がこの話をしたかっていうのは、すべてこのせいなんですね。この記事を見かけたからなんです。で、クォンタっていう、英語のね、科学系の、科学、数理科学系っていうのかな、いや、サイエンス一般だな、に関する、解説記事を書いてる、サイトがあります。どれぐらい、まともっていうかですね、なのかっていうのは、ちょっと僕は評価できないんですが、大概は専門外なのでね。でも結構突っ込んだ、ことを書いてるし、話題も、研究の方に結構寄ってる新しめのことを紹介してるので、注意深く読めば面白いかなっていうふうに思っていますが、その中にですね、最近の記事で、これリンクいっちゃおう。2021年3月23日、投稿された記事で、Matrix Multiplication Inches Closer, Inches Closer to Mystical Goal。行列積の計算が、インチだけ近づいたと、ミシカルゴールに、神秘的なゴールに対して、ちょびっとだけ近づいたよっていう記事なんですね。で、それがこの図に現れてるんですけども、それが何かっていうと、さっきから言ってるですね、うん、行列積、メトリックスマルティプリケーションの計算が、うん、ナイーブに考えると、n の3乗、n キューブの計算コストがかかりますね、と。で、これが、実は、で、もうそれ以上いかないっていうのは普通にトリビアルに考えたらそうなんだけども、そんなことはないっていう話が1969年を発端にしてですね、発見があって、ぴょんぴょんぴょんっていって、今や最先端は、N の 2.3 いくつまでのコストで計算できることが証明されたっていう話があって、なんじゃそりゃ。にわかには信じがたいっていうのが僕の感想なんですけども。で、ああいうフォーループの話をイントロダクションにして、ここに話つなげたいなという腹があったんですね。なんで、今日はそれの回答編、世の中最先端はどうなってるのかっていうのは、僕もフォローできてないんで最先端いかないんですけども、その辺の数理ネタとしてね、ああ、面白いねって言ってもらえるところまで説明しようかなと思ってます。